ハイキューからしの高校放送部。挨拶お願いします。テレビアニメ配給で日向翔陽を演じています村瀬歩です。影山飛びを演じています石川海人です。テレビアニメ配給の情報や裏話をお届けする番組、それが配給カラスの高校放送部。僕たちカラスの高校1年生コンビと一緒に夢をつないで頂きの景色を見に行きましょう。なんかどうしたの、高青年風な感じ。今日は、ドキドキしてる。そうそうしてる今日は、ね、そうそうしてる、うん、何だろう。リスナーの皆さんも今日のゲストどなた来るかもうご存知だと思うんですけど。そうだね、そらそわそわしますわ。おお、そわそわする、その理由はじゃあ何。それはね、後ほど発表させていただきます。大々的に発表するのかしら。いやー、はーい、ということでね、うん、もう時期も時期で年末近づいてきまして、11月ですよ。怖っ、早いですね。早い、あっという間ということなんですよ、うん、放送が始まってもう1ヶ月以上経つわけですよ。そっか、怖いね。経つのか。なんか11月8日、うん、この日、うんうんうん、ってことは一番早いとこだと6話までなんですけど、うん、まあ普通のペースでいくと、まあ、5話ぐらいまでは皆さん見てるかなって感じなんですけど、他の放送局ではまだ放送されてないところもございますので、今日はちょっと5話についてたくさんお話ししていこうかなというふうには思うのですが。そうですな、まあブルーレイ DVD がね、こうまあ決まっているわけですよ、こちらの作品。もう聞きましょう聞きましょう、何ですか、はいはい、ということはですよ、うん、クリスマスプレゼントはもう決まりだね。もう1ヶ月前から言うんだね。1ヶ月半前から言うんだね、それを。それはそうよ。だってプレゼント買うの誰か知ってる？配給！じゃ、だからさ、おばちゃん。ボケ！ちょっとですね、今日のゲストさんが万が一、今俺気づいたのが、今日のゲストさん万が一サンタさん、サンタさん、いるってことを知っていたらどうしようかなと思って。うん。知ってる？知ってるよ。知ってよ。いますもんね、サンタさん、ね。よかった、うん、大丈夫だよ。今俺やっちゃったからね。何、一やらかしなの。一やらかしだ、ね。大丈夫、俺ね、これ始まる前にもうすでに5やらかしぐらいしてるから。マジ。それでは皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。ハイキューカラスの高校放送部、始め。ハイキューカラスの高校放送部、この番組はハイキューセカンドシーズン制作委員会の提供でお送りします。ハイキューカラスの高校放送部。それでは早速本日のお客様をお呼びしましょう。お客様はこの方です。お願いします。八千人か役の諸橋すみれです。お願いします。かわいい。いや、緊張する。いい珍しい、なんか緊張、もう久々にね、うん、ドキドキしてるからね俺。おこのラジオが始まってから結構経つんですけど、うん、はい、ゲストが来た時、初めてゲストが来た時ぐらいドキドキします。いやいやいや。もうだってこれ32回目らしいよ。32回目にしてドキドキって相当な、うん、32回目の記念すべき回に。何の記念か全然わかんない。何の記念、何の記念。2人目の女性ってことかな。そうですね、なずかさんが、そう、あ、はい、結構ね、最近なずかさんもね来ていただいたんだけど、その時に収録が終わって、ラジオ、はいはい、で、こう、なんていうのかな、控え室みたいなとこあるじゃん。そこでなんかこう、はいはい、終わった後にお話してるときに、いや、なんかマネージャー二人と、なんか俺らでね、うんうん、なんか二人で、なんか4人とかでもなんかラジオやったら楽しそうだねっていう話になって、そうですよ。そうで、やりたいやりたいって言ってるときに、すみれちゃんが来てくれるの決まったから、おー嬉しいって。まずはすみれちゃん、そうですね、この次はなずかさんも来てくれる、そうです、ここの空気感感じ取ってもらって、わかりました。おー、そうそうね、そうこの何が起こってもいい感じの空気感を全て石川海人がなんとかしてくれる。いや、なんとかできないし、割と今日本当に俺ポンコツよ。悪いんだけども、そんなこんなでね、はい、MC コンビ1年生でやってますけれども、うん、同じく1年生ということで、セカンドシーズンからの新キャラクターということで、うんうん、高校生ですよ、現役。ね、役と同い年ってことでしょ。そうなんですよ。すごいことだよね、はい、それは。いやー、嬉しいです、なんか。同い年の子ができるっていう。ああ、やっぱりね、こう声優やってるとなかなかこう違う年齢、例えば上だったり下だったり結構離れたりしますもんね。上だったり、はい、
ってある？あなたの場合はないかも。ない。ない。基本下しかないから。基本的に性別が変わることぐらいかな。そうそう。性別は変わらないさすがに。普通の人は変わらないんだけどね。なるほど。そうそうそう。うんうん、いつもその同じぐらいの年の人をやることが多い。それとも下の子をやることが多い。今まではずっと下の子が多くて小さい子とか。人間じゃないなんか動物とかそういう役が多かったんですけど、最近少しずつこう同い年の子ができるようになってきて、等身大みたいな、そうなんですよ、わかるって思った。ちょっとそういうトークもね、いや面白いな、来てるので、そういう話すごいしてきたい。ありがとうございます。